はようございます。釣り子 TV です。そろそろ秋じゃないんですか。こういったビッグベイト、ジャイアントベイトをスタンバイしなきゃいけない時期が近づいてきたんじゃないですかっていうことでね、シーバスですね、この白パターンとかね、もう間もなくねスタートするんじゃないかなと思ってですね、普段はあの部屋にぶら下げてある、まあね、あんまりねブラックバスだよね、まあ一個ずつとか持っていくことあるんだけど、全員は持っていかないんでね。ただまあもう間もなくね、これからシーバスが巨大化してくるシーズンに向けては、いつでもねドイツも出れるようにですねスタンバイしておかなければならないっていうことでね、引っ張り出してきました。で、今日の動画はボックスです。じゃじゃーん、これねボックスをね洗い切らないね買ってきたんですけども、これねダブルロックが採用されているですね、ハードマスター400っていうねロッドね、これをね上州屋さんで買ってきたんですよね。まあね、この車のバンパーなんかにも使われているよっていう強力なね、素材でできていて、でロック機構が2つ、ついているので、不意にですねガチャーンって全部ね出しちゃうことがないよ。で結構大きさがちょうどいいなと思って、今年はねこいつがいますからね、コードネームバス、これがねいつもね何に入れっかってのがですね非常にですね難儀していてですね、こいつを含めて、あとバラムとか、あとね巨大なペンシルベイト軍団もいっぱいいるので、入るようにしないといけないなと思ってね、こういう感じで一つ買ってきてみました。じゃあちょっとこの辺にどいてもらって、はーいね、こんなね結構ごつい感じなんですけども、まあこれより大きいですね、ドカットとか使えばいいじゃんって思うんですけど、結構ねドカットとかだとね大きくてね、えいやーってね感じで準備しないとですね、なかなかなんていうかな、釣りに行くのが億劫になっちゃう。こんぐらいのね、手でねぶら下げて持っていけるサイズで、限界でかくて丈夫そうな箱何かないかなってね、上州屋とか行くとねもうほんといろんなもの置いてありますからね、俺がね目に入ったわけなんです。でまずダブルロック機構、ここがねまず開きやすい、こういう広いロックがあって、でここねちょっとね引っかかりがあって、これがダブルロックのダブル目なんですね。ここが、まあ、カチャンって閉めておくと、まずは不意に開かないよーね、まあ通常移動時とかもこういう感じでしっかりとここまで閉めるっていう感じになると思うんですけども、これをねダブルロックあるから、全部ガチャンガチャンって落とさないよ。じゃあ中見ていきます。はい、もうねシンプルですね、こんな感じ。あ、でこれねサービス品ね、ちょうどいいサイズのこういうねやつがついてるね、これもねお得だなと思って、まあ針入れたりとか小物ケースとして入れておいたりしようかな。で中は、はい、二重になってます。これもねいいなと思って、まあバカでっかいのは下に入れといて、比較的小さいジョイクロー178とか、あとは今日はこれを投げようかななんていうミノーがあったら上の段に入れようかななんて思って、あでもどうかな、入るかな。じゃあね早速どんな感じか入れていってみたいと思います。まずねこの人が入ってくれないと困っちゃうね。あ、まあ余裕ですね、ちょうどいいな、こんな感じのが欲しかった。あ、これ伝説の二重底バッカンみたいな感じじゃないですか、こう開けたらあれ二重底の下にバスがいたぞ。これどっかなんか釣りの大会で聞いたこと、亀山ダムだったっけな、なんかね伝説ありますよね、なんかバッカンが二重になっていて、それ開けたらなんかブラックバスがいたなんていうね、ちょっと笑えない話があるんですけども、まあそんな感じになりますね。コードネームバスがね、亀山バスでこれぐらいのサイズね5匹揃えたらね結構いいとこ行けますからね。コードネームバスはいくつも買わないけど、
5匹ぐらいは入るんじゃないかな、そういうスペースはあります。で、あとでかくて困っているのが、ここら辺かな。これね、去年ね活躍したメガドッグね、これもね2匹ぐらい、まあカラーローテというかね、なんか2個、リアルカラーとちょっと遠目で楽しむカラー2つぐらい欲しいな。こいつらも余裕ですね。はい、サイレントキラーの250なんかも入れて余裕ですね。あー、じゃあバラム行っときますか。バラムもね結構長いからね、移動する時とかなんかどうしようかなっていつもない。バラムも、はい、余裕ですね。バラムもいい感じで入ってくれます。で、まあジョイクロのマグナム、シャクワンとかもねこれ入っちゃうんじゃないかな。で、これヘドンのスーパーマグナムザラスプーンね、こいつらがね、まあよく釣れるんですよ、こんなねでかい図体なのに。びっくりしますよね。これはね、オールドっぽいカラーとかもいろいろあるんで、まあ何本かね気分でね。で、これが微妙に小さい、微妙に小さいマグナムザラスプークですね。はいはい、これ入るとね。で、今年釣りたいなーってのがこれね、スーパーサミー198ね、20センチ近くあるペンシルベイトですけども、スーパーサミーもね行っときたいよ、こういう感じで入るのと、あとはまあさっきこの白パターンって言ってましたけどね、この白カラー持ってるんですよね、ブルシューターの190、メンバー限定のカラーだったと思いますけども、海カラーですね、この白さんも入って、で、往年の名作、これもね、トップレンジ意識してると結構ね、シーバスね釣れるんですよ、これね、ティンバーフラッシュですよね、ティンバーフラッシュのノイジーダックスでよかったと思うんですけど、こいつもね、いるとね、活躍するんで入れときます。で、まあね、ちょっとね、まあ何個か持ってるんですけど、とりあえず、いた、ジョインテッドクローの178のタイプ 15SS ですね、これ、まあ、ウェイトとかもシーバス用にチューニングしてあるやつですけど、カラーとしてはね、これ陸魂って書いてあるから、河村光太郎さんのキャスティングオリカラのやつですね、こんなのも入って入れて、で、はい、これね、結構ね、まあ、さっき親分が言いましたけども、サイレントキラーの175かな、これね、シーバスすげえ効くんですよ。はい、あれちょっと上の段も使わないと何かなと思ったんですけども、みんな結構素直に入ったね。おー、これはいいな。あ、こんだけ入れてもまだ上蓋入れられるんで、ここにさらにねちょっと釣れ線の、まあ例えばルドラバルナであるとかメタルバイブとかそういったの入れてもあとペンチとかね、小物類メジャーとかね、こういうちょっと使おうかなっていう小物を入れて、でガッチョン、今結構な質量のねやつ入れたからね、これでダブルロック不意に開かないか。おダブルロック、こんだけの重いルアー入れたのに効いてますね。というわけで、このハードマスター、これ結構いい買い物したんじゃないかな。ボックス好きなんでね、なんか売ってると買っちゃうんですけど、これいいですよ。そんなねかさばらないで、まあ家でのストックもねちょっと部屋にぶら下げてるとたまに自分に刺されそうになるから、こん中入れとこうかな。で、まあこういうシンプルな作りなんで、釣りが終わった後とかもこれでここにジャーってね真水刺しちゃえば、もうそのまんま塩抜きにもなんなと思って、でなんかまあシンプルな形状の方がね、いいのかなっていう風に最近思ってるんで、結構ね小窓とかいっぱいあるとね、そういうところからね腐食とかねいろいろ起こったりするんで、こんだけシンプルだったらまあまあまあ。で、価格もねこれね確かに1500円ぐらいだったかな、ダブルロックして、ここに値札がありますね。あ、これ便利なんだけど2380円っていうことで
ね、上州屋で買いましたよ、こんなね。名宝、名宝なんで、まあどこの釣り具屋さんでもね、比較的買いやすいんじゃないかなと思いますけども、なんやかんやね、ここの広いロックとか、あとはこういうダブルのロックとかね、ほんとね、名宝ね、いいボックスいっぱいあるんで、で、まあちょっとした、まあこのまんま丈夫な素材なんで、椅子とかね、まあ推奨はできないですけど、まあ、ちょっと一瞬の踏み台とかにもできるのかななんていう風に勝手に思ってるんですけども、まあちょっと踏み台はどうかわかんないですけどね。ただね、ここのこの取っ手なんかも必要十分な強度がありそうなね、しっかりとした作りで、はいね、こんな感じというわけでね、あの今入れてみたら、あ、これいい買い物したなって、ね、自分でなんか監修して、いや、なんか入りきらないかななんて思ってたんですけど、ここにまだジョイクロ何匹かカラーローテ用にいるんで、178足して、で、まあ予算が、うん、お小遣いが合えば、まあ尺腕とかも買ってこの中に入れたいですけどね。そうしたらまあこういう小さいのをちょっと外目に入れとけば入るかな、どうかななんて思ってますよね。というわけでね、こんな感じでね、なかなか使い出のあるボックス買ってみました。あの釣りのね、実況動画なんかでもね、ちょいちょいね、ガチャーって開けるシーンなんか出てくるようになってくるんじゃないかななんていうふうに思いますので、そしたらあのなんか、ハードマスターってやつ買って覚えておいていただければと思います。というわけで、本日の釣り行 TV はこちら、名宝のですね、ちょっと大きなルアーガチャガチャ入れね、便利そうな、ハードマスター、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。